Here. A village on Himigami Island has been destroyed by giant birds. Thank you.
つもの迷子だぜ。懲りねえやつらだ。何すんだよ。いいじゃねえか。私は酔っ払いが嫌いなんだよ。無断欠勤だと？そうでんがな。定期連絡もおまへんし、応答がありまへん。こら無線機も持ってまへんな。まただ。ゆりでな。ああ、この子や。2231年3月3日生まれ、17歳。わこおますな。性別は女、国籍がシャックジー。どいなかやおまへんか。勉強中域のせこい構成系だっせ。おう、経歴も立派やないか。2245年に 3WA の予備人員採用試験でスレスレ合格。補欠でんな。研修期間の成績は実技だけ優秀。学科は中の下、偏差値はなんと20と6や。落ちこぼれだ。20年前の 3WA ならこんなやつは絶対に取らなかった。無断欠勤率 46%、 出勤時の遅刻率 97%、 謹慎処分2回で始末書提出が14回、勤務成績はピッカピカの不良。CWA は人類の繁栄と福祉を目的として設けられた銀河連合付属の公共機関だ。トラブルコンサルタントはその理念を実現するためのトップスペシャリスト。俺が現役の時はそうだった。それが今。ケイケイケイ。おっと、こっちもすごおまんな。2231年1月1日生まれてんか。めでたいこっちゃ。やっぱり17歳、女。ワーコー出身、辺境中域の田舎構成系。こいつも補欠合格の口。実技は優秀、学科は中の下。ちゃいまんがな。下の中出す。おまけに謹慎は3回。今4回目の真っ最中ですせ。ガルームンの動乱を知らんで育った世代は謎の塊だ。俺には分からん。ついでに言えば 3WA のメインコンピューターのやることも分からん。この2人を採用した上にペアまで組ませやがって。極レフスキー理論の最適値に合わせて配置したらそうなってしもたんやん。わての責任おまへん。あの二人は水と油だ。衝突ばかりしてる。コードネームが泣いてるぞ。 3WA の栄光になってきた名前だ。それをお前はあんな奴らに。命名ルーチンのバグデンがな。ラブリーエンジェル、スマン、モーリー、アイリス。
男とデートかよ。謹慎中なの。たく。これを。3WA の本部に早くユリ。私のことなんで？あなたトラコ？急いでくれ。奴らが来る。でもあの。待ちな、この男から何か預かったね。いや、そんな嘘は通じない。デートの途中かな。遅れると嫌われるぜ。渡してもらおう、預かったもの。やめろ。奴らには直接の連絡は禁じておいたはずだ。 GCN は真っ当な企業だぞ。犯罪組織ではない。連中に言っておけ。私が聞きたい報告は一つだけだ。カードが戻ったという。申し訳ありません。こんなことで私が失脚してみろ。それ見たことかとバカな重役どもが喝采を上げる。彼らには展望がありません。銀河全域の経済活性化を見据えるためには超人的な視野の広さを必要とします。うん。おい、あそこだ。行きたくても私には行けないのよ。デートだろ。分かってんじゃない。警察にでも頼めよ。K に頼んでるの。おお、ラッキー。Thank you.
を頼む。戦車でもいい、何でもいい、急げ。大丈夫よ、極上のメニュー用意してあるから。でもってこの町に追い込むいいね。そしたら警察もその小娘たちも一巻の終わりやるよ。また物騒なものを。うちに提訴してくれればあんな町大掃除してやるのに。アンチキショー、俺の車を。あいつら捕まえて袋だ。
デートがあるからってこんなものを押し付けといて今度は帰れ。一人じゃ何もできないくせにカッコつけんじゃねえよ。何よケイコゾ、謹慎中だからって逃げようと。おっと、謹慎中だからって逃げようとしてたのは誰なのよ。俺だよ。悪い？悪いわよ最低。言ったな。いたぞ、あそこだ。本部に連絡だ。ここを突っ切れば近道になるわ。怖いの？そっちこそ。わお、すごい格好。そんなの脱いじゃったら？そこの娘捕まえたやつ賞金出すね。帰れ。ねえ、もう切れたぞ。どう？主任、お怪我は？暴動？いや、あれは二人を援護しろ。こっちじゃねえよ。
旧藩の連中が躍起になっていたが、これだったのか。こんなもののために命を捨てやがって。こんなもの？見ろ。町はめちゃくちゃだ。15年前の動乱を思い出す。と言っても、お前らにはわからんだろうな。やむを得んな。しかし打つ手は他にもある。427地区はほとんど壊滅した模様です。いろいろと重宝していたのですが、こうなれば一気に再開発ということになりますね。計画にも弾みがつくことでしょう。あの戦争の爪痕もフルロンの地区から消え去ってしまうのです。月はもう一つには戻らん。あたしの邪魔をしないでよ。足手まといはそっちだろ。ふCool.
のはユリだ。ケイのせい。やかましい。たく勝手なんだから。どっちがだよ。ケイ。銀河連合は2163年の大災厄で壊滅したハイパーウェーブネットワークの再構築と通信規格の完全統一を図って千年恒星間通信開発機構を設立させた。これは先進32カ国が資金を調達した大プロジェクトだ。このネットワークが完成すれば銀河系の状況は一変する。景気上昇への波及効果は計り知れないが、しかしこのプロジェクトは頓挫した。投資資金が底をついたのだ。ガルームンの動乱が経済構造の崩壊に拍車をかけた。精錬の建造は中断され、銀河連合と恒星間通信事業開発機構は窮地に陥った。そこへ私の GCM が救世主として登場した。私が銀河連合に提出した精錬プロジェクトの再建計画書は総予算の 40% を GCN が出資し、スタッフも GCN が調達するという夢のような内容だった。連合は即座に飛びついてきた。ルーシファの資金だぞ。失敗はない。私の計画は完璧だ。 GCN は投資の見返りとして精錬の管理及び運営権を独占し、非公開回線をも支配する。その結果、ルーシファは銀河系全域の経済活動だけでなく、銀河連合と連合宇宙軍の情報すらも自在に操ることが可能になる。この世界がルーシファのものとなるのだ。ワルデス、君には敵が多い。足を救おうと狙っている者が裏の世界には少なからずいる。現に計画はすでにフェーズ3に突入した。フェーズ3。この段階でルーシファに不利なものは一掃され。おい。平気平気、もう大丈夫。宇宙港は政府軍がバッチリ固めてるんだぜ。ミサイルだってここまでは。ベルダー博士。革命軍？そうです。本体はタクシャカ高原でムガル政府軍に囲まれてますから、あれは別動隊のゲリラでしょう。
いつだ。逃げた。ユリがもたもたしてるから。そんな、お前な。おっと。了解。曜日のチューブは？ラブリーエンジェルの中。なんだよ！逃げられちゃうぜ！警察？軍警察だ、ムガル派の。逃がさない。あのスナイパーギッタギッタにしてやるって。刑がうるさいんです。犯人は逮捕されてすでに処刑されたという情報が俺のとこには入ってるぞ。死人と決着つける気でいるのか。刑は信じてないんです。あいつは軍警察なんかに逮捕されるようなタコじゃない。この池には裏があるって言って。ダメだ、勝手なまでは許さん。買ってあるのは私じゃなくて K です。あの子ったら拳銃オタクで射撃の他には取り得ないでしょ。その拳銃で何もできなかったからつらきちゃって、もう私の手には負えません。主任お願いします、パートナーを変えてください。仕事の相棒だよ。日替わりしてるお前のボーイフレンドじゃないだろう。はい、無理は通らねえ。明日までに直せと言っても物には限度ってもんがある。直らないと私たち帰れないの。ガナの命令か。あの鼻垂れガナが主任かよ。時間ってのはあっという間に経っちまうもんだな。K が暴走する前に下ジットから消えろって主任が言うんです。 K？ 開発室に潜り込んでごちゃごちゃやってる赤毛の姉ちゃんか。あんたの相棒かい。
あんなのパートナーじゃありません。ナルモホンの暗殺はここのところ連続して起こっている殺人事件と深くつながってますな。わてそう判断しました。ガイシャの共通点は何もあらへんように見えますけど、そやおまへん、これがみんな GCN ちゅうキーワードでくくれるんですわ。何人かは GCN と縁もゆかりもない人もいてはるんですが、これは捜査を混乱させるための巻き添え殺人ってやつでおます。えぐい話でんな、ほんま。関係者が次々と消されている。ラルモフンはそれに気づき、身柄の保護を 3WA に求めた。 GCN の極秘情報と引き換えという条件で。なのにあの二人が全てをパーにしてくれた。どえらい玉をラルモフンは握っていたはずですぜ。なんちゅうても連合宇宙軍直属の通信技術研究所所長、半端な情報やおまへん。内容次第では GCN の強制捜査もできたんとちゃいまっか。まあカードの解析はそれなりに進んどります。あれがなんとかなれば攻める手も浮かびますやろ。トリガーが軽すぎんだよ。そんなんじゃかえって扱いにくくなる。おまけにこいつのトリガーセンサーはアーマテックスのマイクロチップにもつながってる。これだと指だけじゃなく肩や腕の筋肉にも過剰に反応しちまうぜ。センサーの感度にあんたの体がついていけねえ。これを扱えるのはアイリスだけだろうな。アイリスね。そう、ラブリーエンゼルのアイリスだ。トラコンなら知らないやつはねえやな。これもひとえにあなた方 GCN の援助があったからこそです。いや、私どもはこれが仕事ですから。別にバラジオも兵器とは呼びません。芸術です。内戦もこれで終わる。エルダーハは一掃され、ムガル閣下が勝利を売るに決まっとる。その通りだ。ミスイレーネバラージュは全てが最高と言えますが、その設計プランナー兼技術アドバイザーの美しさも含めて。それはどうも。それにしても GCN には人材が揃っている。羨ましい。私トップの方々に誘われてこちらに参りましたが、 GCN とは特に関係ございません。ほう、ではフリーということですか。フレイヤ、いやミスイレーネでしたね。ここでは驚かれましたか。ムガル派が建てたシタチット自治政府は GCN の傀儡などではありません。確かに多額の金銭的援助を受けてはいますが。私の身元に興味がおあり？ミスイレーネは仮の姿。その正体は銀河系全域を股にかける女スナイパー、レディ・フレイヤ。それでラルモホン狙撃のお手並み鮮やかでした。凡庸なスナイパーではかすり傷さえ負わせられない。距離もあるが角度にも無理があった。しかし一人小うるさい奴につきまとわれたみたいですな。レディ・フレイヤがこんなミスを犯すとは考えられない。どうしてさっさと始末されないのです。あなたに詮索されるいわれはありません。いい加減にしてほしいわ。本部の指示を無視して勝手なことばっかり。だいたいどうして犯人が政府軍とお友達なと思うのよ。変だと思わないのかよ。
軍はフェルダー派のゲリラの襲撃から船を守るためにすっごい警備網を宇宙港に張ってるんだぜ。それをあいつはやすやすと保安システムにインプットしてあった警備員のデータが書き換えられてたわ。要するに保安システムがおかしくなり警備員を敵とみなして攻撃した。で、スナイパーはその隙をついて宇宙港に侵入した。そういうことだろ。ええ、見たはずだぜ。あいつの車が軍の検問を素通りするの。それはそうだけど、でもスナイパーを逮捕するのは私たちの仕事じゃないわ。あいつと政府軍はつるんでる、間違いない。間違いなくても私たちには関係ないの。関係はある。あいつに恥をかかされたのは俺だ。恥は恥、仕事は仕事よ。ラブリーエンゼルが治ってないんだろ。どうせすぐには帰れないんだ。好きにさせろよ。そんなのダメ。やかましい。そうか、あんたたちがラブリーエンゼルの名を継いだのか。先代の二人は最高のペアだった。モーリーとアイリス。あんなことさえなきゃよ。あんなこと？ガルムーンの動乱の真っ只中だった。任務の途中でモーリーが事故に遭ってな。死んだの？ああ。その時アイリスは知ったんだ。モーリーがどれほど大切な存在だったのかを。あいつは自分を責め姿を消した。どっか似てるぜ、あんたたち先代の二人に。モーリーはアイリスの分身だった。あんたなれるかい、ケイにとってのモーリーに。二人揃ってこそのラブリーエンゼルだ。ねえ、お願い、もう無茶しないで。ケイのせいでラルモホンが殺されたなんて二度と言わないから。今言ったぞ。だっていいから支局へ帰ってな。また足を引っ張られたらかなわねえよ。またって何よ。お客様がお見えだぞ。軌道要塞まで上がって、そこから GCN の輸送船でしたね。美人はすぐいなくなる、宇宙の法則です。何よ、あんなやつ、たかが殺し屋じゃない。あと1時間でバラージュによる総攻撃が始まります。日没までにタクシャカ高原は落ちます。かけてもいい。軌道上からの見物、特等席ですよ。きっと振られてばっかのブスなんだわ。だからあんなことして。暗いわ、暗すぎる人生。
どうしたんです？ここまでだぜ。私たちもここまでよ。こんな連中がラブリーエンゼルだっていうの。とんでもないバカだと思っていたらそれ以下だったみたいね。終結した模様です。正体不明の第三勢力による武力介入で停戦協定が急遽結ばれたと報じられています。あ、現地から映像が届きました。これがその第三勢力のようです。まただあいつら。
が 3WA をやめた。ラッキー。これで自由だぜ。あの改造銃を持ったまま、このレーガンで勝負だ。違法銃器の不法所持ね。ぶっ倒してやる、フレイヤー。逮捕してあげるわけ。当然よ、Kのせいで私振られちゃったのよ。次、これって死刑ですよね。